皆さんこんにちは。2022年10月から放送を開始した相棒シーズン21が高視聴率をキープし続けているそうです。しかしそんな相棒も主人公の刑事杉下右京役の水谷豊さんの意向で近々シリーズ終了するという噂が絶えません。ドル箱を失いたくないテレビ朝日は苦肉の策を用意していると言いますが、真相はどうなのでしょうか。今回は水谷豊さんの私生活について深掘りしていきたいと思います。初代相棒として活躍した亀山薫役の寺脇康文さんが今シーズンで復帰したこともあり、平均世帯視聴率は2桁を切ることがありません。幅広い世代から支持されている作品ですが、やはり視聴者はシニア層が多いといいます。この世代は見逃し配信サービスなどを積極的に活用しないので、リアルタイムで視聴するケースが多く、高視聴率につながっているのだそうです。それにしても全局のドラマ視聴率が落ちている中では驚異的な数字を叩き出しているようです。ところが水谷豊さんはイベントや雑誌のインタビューでシリーズ終了を匂わせる発言を繰り返し、近いうちに相棒を終わらせようとしている節があるというのです。水谷豊さんが旬な俳優でなく、初代相棒の寺脇康文さんを呼び戻したのもこのコンビでラストを飾るためだと言われています。水谷豊さんもすでに70歳になります。連ドラを撮り続けるのは体力的に厳しいというのが本音でしょう。自身の動きが鈍くなったことを気にして、アクションシーンをこなせる寺脇康文さんに頼っているとも言われているだけに、限界が近いのは確かなようです。これまで水谷豊さんの意見を尊重してきたテレビ朝日もドラマ終了に関しては簡単に首を縦に振れない事情があると言います。 DVD の売り上げも良く、オーケストラの相棒コンサート今日も絶好調です。放送外収入も見込める数少ないコンテンツなので、どうしても手放すわけにいかないとしています。そこで水谷豊さんの負担を軽減するために、すでに相棒の新プロジェクトが水面下で進行しているというのです。テレビ朝日は映画作品として相棒の名を残そうとしているようです。年に一度定期の上映を続け、イベントやグッズ販売などにつなげる戦略です。これまでの劇場版はどれも大ヒットを記録しており、映画でしか見ることができないとなれば今後も動員は見込めると踏んでいるようです。水谷豊さんの了承を得られるかどうかは不明ですが、主演を寺脇康文さんに置き換え、以後も主人公を入れ替えていく案もあるようだとしています。そして水谷豊さんが薬物関連で逮捕されるのではないかという衝撃の噂があります。1974年10月に放送されたドラマ傷だらけの天使では、萩原健一さんとの息ぴったりな演技が人気でした。現在相棒シリーズなどで俳優として活躍する以外にも、2017年6月17日公開の映画タップザラストショーでは監督を務めるなど、俳優の枠を超えて活躍しています。その水谷豊さんに薬物で逮捕などという噂があります。実は水谷豊さんには薬物で逮捕されるという噂や、薬物を使用しているという噂が結構前から言われているそうです。そのような噂が出た理由の一つが、2016年8月2日発行の東京スポーツで大物夫婦 XZ が覚醒剤で逮捕と報道されたことによります。水谷豊さんの奥様は1989年に結婚した元キャンディーズの伊藤蘭さんなので、確かに大物夫婦であると言えます。もう一つの理由が、仲のいい俳優が大麻不法所持で逮捕されてしまったことに関連して、水谷豊さんも使用しているのではないかといった噂からだと言います。大物夫婦 XZ の報道と俳優仲間の逮捕、この2つの要因から水谷豊さんが薬物で逮捕されるのではないかといった噂が立ってしまったと考えられます。しかしこの噂は根拠もなく、記事や騒動となって世間に出ているわけでもないため、単なる噂話に過ぎず、その息を出ていません。水谷豊さんの薬物逮捕疑惑は噂止まりと見て間違いないでしょう。相棒シリーズで水谷豊さん演じる杉下右京の元嫁、宮部珠樹を演じる高木沙耶、増戸郁恵さん、
高木沙耶さんは大麻取締法違反の疑いで2016年10月25日に現行犯逮捕されています。高木沙耶さんの逮捕時には SNS やニュースで高木沙耶さんの代表作である相棒の名前が多く使われたことから、水谷豊さんも逮捕されるのではないかと妄想を膨らませた可能性があります。事実、この薬物疑惑が噂されることになった理由の2つ目がこの高木沙耶さんの逮捕だとしています。そしてもう一人、相棒シリーズ関連で薬物疑惑が取り沙汰された人物がいました。2016年に大きなニュースになった人は3代目の相棒成宮弘樹さんです。2016年12月30日号のフライデーで成宮弘樹さんの薬物疑惑が浮上し、世間はそのことに大きなショックを受けました。成宮弘樹さんはこの報道を否定しつつも、2016年12月9日芸能界を引退することになりました。成宮弘樹さんのニュースが流れる際にも、増戸郁恵さんのニュース同様、相棒の名前が使われたため、水谷豊さんの薬物疑惑が出たとも考えられます。挙句の果てには、水谷豊さんは過去に逮捕歴があるとまで言われ始めました。結論から言いますと、水谷豊さんに逮捕歴はありません。芸能人では例えばスピード違反、中禁などでも大きく報じられますが、水谷豊さんはこれまでにこうしたニュースも一切上がってきていません。ではなぜ水谷豊さんに逮捕歴があるというような噂が上がっているのでしょうか。これは先ほども紹介していますが、萩原健一さんが関係しているようです。萩原健一さんは大麻不法所持で1983年に逮捕されています。このため水谷豊さんも当時一緒に逮捕されたのではないかと心配になった人が多かったのが原因でした。普通に考えて逮捕歴がある人を警察の役に抜擢されるはずがありません。逮捕以外に不倫などスキャンダルも一切上がっていませんので、水谷豊さんはドラマのイメージ通りプライベートも真面目な方なのでしょう。さて、ドラマ相棒シリーズといえば、なんといっても主役の水谷豊さんと相棒役タッグが見ものです。歴代の相棒は、初代亀山薫を寺脇康文さん、2代目神戸武を及川光博さん、3代目甲斐徹を成宮博樹さん、4代目鏑木渉を反町隆史さんが演じ、最新シーズンが初代に戻りました。しかしこの歴代の相棒の方々が辞めた理由が、水谷豊さんの性格が悪いからだとする説があるようです。この噂には次のような理由がありました。ドラマの撮影中、水谷豊さんの発言権が絶対である。演技のことだけではなく、やる気がしないときはやらないことがある、共演者の好き嫌いが激しいなどがまことしやかにささやかれています。しかしこんな時代にもかかわらず視聴率が取れる相棒シリーズは、今やテレビ朝日の宝と言うべき存在です。どの相棒が降板しても落ちない杉下右京人気のために、関係者は水谷豊を殿と呼び、とにかく腫れ物に触るように接しているとの噂があります。寺脇康文さんが辞めた理由は、ドラマに口出しをしたからではないかと言われています。もともと寺脇康文さんは水谷豊さんに憧れて芸能界を目指したと言われています。相棒が始まった当初は先輩後輩として良好な関係を築いていたと言われる水谷豊さんと寺脇康文さん、2人の相性はぴったりで、相棒は一気に人気番組へと成長していきました。ところが寺脇康文さんが徐々に作品に対して意思表示をするようになったことが、水谷豊さんとの思いのズレにつながったとされています。俳優としてより良い作品を作るために自分の意見を伝えることは大切なことかと思われます。しかし水谷豊さんが考えるドラマ相棒とは少し違っていたようで、番組スタッフも主役の意見を無視して寺脇康文さんの意見を取り入れるわけにはいかなかったのかもしれません。そうした中で寺脇康文さんと水谷豊さんとの間に溝が生まれていってしまったと言われています。ただこの噂が真実であれば、5代目として再登板しないのではないかとも思われます。及川光博さんが辞めた理由は、
性格の潔癖さが原因ではないかと言われています。及川光博さんの不倫報道が水谷豊さんの逆鱗に触れたからと噂されています。及川光博さんは相棒での共演が縁でダンデイさんと結婚し、仲人を水谷豊さんが務めたことが大きな話題となりました。ところが及川光博さんの不倫疑惑が報道されたことで、潔癖症と言われる水谷豊さんの逆鱗に触れてしまい、降板することになったと言われています。これが本当ならドラマのイメージダウンにつながりかねないので、ある意味仕方なかったのかもしれません。しかし及川光博さんは降板してからの相棒スペシャルに何度か出演しています。そう考えるとこの噂もデマかもしれません。成宮弘樹さんが辞めた理由は不仲説だとされています。成宮弘樹さんといえばドラマ相棒のラストが印象的でした。杉下右京の相棒である甲斐徹の逮捕でシーズンフィナーレを迎え降板しました。このラストシーンに違和感があるという視聴者の方も多いはずです。それではなぜこういうストーリーで成宮弘樹さんの回が幕を閉じたのでしょうか。これは本当に噂レベルだと思いますが、成宮弘樹さんが相棒を辞めた理由は水谷豊さんが成宮弘樹さんの演技に不満を持っていたとしています。しかしいくら主役といっても水谷豊さんの独断で相棒を変えるなんてことできないと思われます。成宮弘樹さんの降板理由は何か個人的な理由があったのではないでしょうか。逆に水谷豊さんの人柄についてドラマ相棒の共演者が語っていたことがありました。まずとにかく気遣いがすごいとしています。これは共演者の六角精児さんが述べたことです。また同じく相棒で共演した川原和久さんも現場に入った時にスタッフも含めて全員に握手をすると発言しています。水谷豊さんの腰の低さを知るエピソードといえます。そしてユーモアがあふれる素敵な人と評されています。2020年、相棒20周年記念インタビュー企画と題して相棒ファンを自称する著名人がドラマ相棒についてインタビューに答えたことがありました。そこでインタビューに答えたカンニング竹山さんは水谷豊さんとプライベートで食事に行くほどの仲だそうです。カンニング竹山さん曰くプライベートの水谷豊さんはめちゃくちゃ面白いそうです。潔癖症で厳格と言われがちな水谷豊さんですがユーモアたっぷりでノリツッコミみたいなこともするのだそうです。また中華料理屋さんに行ってテーブルにポットがあるとやろかと言って紅茶を入れるシーンを見せようとするなど面白いことが大好きなようです。水谷豊さんの素顔は杉下右京とは全く違ってそのギャップが面白いと語りました。このようにたまに杉下右京を出すなど水谷豊さんはサービス精神にあふれていることがわかります。いかがだったでしょうか。今回は水谷豊さんの私生活について深掘りしてきました。テレビ局関係者や共演者は悪評よりも水谷豊さんの人格的に素晴らしい部分ばかりを述べています。一人や二人ならお世辞とも取れなくはありませんが、多数の意見を総合すると噂されているような悪評は事実でない部分が多いのではないかと思われます。もちろんベテラン俳優なので空気感がピリピリしたりちょっとのミスも許されなかったりするような雰囲気を感じる人もいるでしょう。しかしその内実長く付き合ってみればそのような不安は一掃されることでしょう。今後もドラマ相棒が長く続いていくことを期待したいですし、その他の作品でも多くの名作を後世に残してほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。